本軍の中で人格者を挙げるとすれば、私は今村仁の名前を挙げる。今村ほど部下に褒められる人はいないであろう。陸軍には統制派だの行動派だのといった派閥があったりして、足の引っ張り合いが日常であった昭和の陸軍という組織の中で、こんなに飾らない人が翼大将にまで上り詰めたものである。太平米戦争開戦後の今村が軍政を強いている間のジャワは実に平穏であった。固く禁じられていたインドネシア独立の歌インドネシアラヤを解禁しただけでなく、日本でそのレコードを作って送らせてジャワ人にタダで配ったという。これが本当の皇軍の在り方であろう。しかし今村がラバブルに転任した途端、独立運動に関わるジャワ住民が留置所にぶち込まれる。ジャワ全土がすっかり反日的になって、せっかくの今村の軍政の功績が台無しになった。戦後の戦犯裁判では、出頭した全ての参考人が裁判官までもが被告の今村の味方をした。悪玉として批判されることの多い陸軍にも、こういう素晴らしい軍人がいたということは、後世の我々も救われた気になる。